どうも、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクターはサモンです。よろしくお願いします。今年の目標は推しを死なせないことなので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは地獄楽第4、地獄と極楽です。地獄楽じゃん、タイトル回収的なあれなんかな。でも地獄の極と極楽の極が違うから、なんかそこら辺をなんかこうすんだろうな。まあまず前回のおさらい、第3話が自分自身のね、強さと弱さっていうところがあって、まあでもなんか若干違和感を感じたのは第2話となんかちょっとなんかあーって感じだったけどね。なんか決意をしたんだけど、なんかそれが情で動くとかなんだなーみたいな風にはちょっと思ったけどね。で、あと、めっちゃ死んだ。多分ね、死んでないやつもいるとは思うんだけど、驚くほど死んでいった。びっくりした。罪人もそうだし、執行人も死んでるっていうのはあるから、まあ生き残ってるのがあと何人ぐらいなんかなっていうのがあるんで、もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そして、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。いやー、ちょっと予想外すぎるんだわ。だいぶ死んで。はい、それでは Amazon プライムで再生していきます。3、2、1、スタート。マッパ、なんか死にそうだな。入る前か。なんとか M、 フチ、やばそうな目してんな。フラグすぎるんだよな。やっぱみんな一緒だ。まだいんの？罪人。
で、ここのシーンにつながるわけね。面白いとかで済むレベルじゃねえやろ。でもなんか元人間っぽいよな。前に上陸した幕府の人たちっぽくない？なんかさ、首に刺さっとったやん、あれとか。あとなんかこうやっとるやつらの手とかにもなんかいろいろついとったし、まあ幕府の人じゃないにしても他のこうもうすでに食われた罪人とかが変わってる可能性はありそう。だからまあここに住んでるやつが飲み込んで人の姿じゃなくなっとったやん。帰ってきた人が人ではないけども元人だった何かじゃん。そう考えたらなんかありえそうじゃない？だと思うんだけどな、違うかな。さあどうなるかね。あのちっちゃい女の子ずっと気になんだよな。絶対島のやつじゃん。本編開始。地獄と極楽。伸びる。退治すべからず。なんかいっぱいいんじゃん。やっぱ元人間なんじゃね。声変わった。あぶね。
あら。刺されてなかったっけ？違ったっけ？思い出すね、いいね。変わってきたね。エッチなお姉さんだ。現地だろうな。ああ、悲しい。字が見えなかった。痛い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 。怖っ。こう、あぶれ、やっぱそうだ。
死ぬんだろうな。ほう。絶対なんかしたじゃん。あ、痛い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 。妻がいるので。どうした、サギリ。地獄楽。誰？誰だ君は。兄さん。やばい、死にそう。え、大丈夫かな？やばそうだ。やばそう、やばそう、フラグがビンビンなんだが。弟の方が死にそうだな、これ。ほら、ほら。
ほう。おお。おい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 。こいつ手から出す。喋るん。仮面ライダーだ。やべえ、やっぱ好きだ。好きだ、こいつ。好きだ。好きだ。弱いものか。先切りはまあ確かに。もう圧倒されとったもんな。ダメだな。やっぱ俺もう金髪くんが好きだな。どれだ？いっぱいいるわ。わかんねえ。公式ホームページ見っか。キャラクター確認しねえとわかんねえや。いやー、いいね。俺は俺の好きなようにやる。大好きだね。あれはずるいな。あれはちょっとダメだよ。ちょっとね、一瞬弟をこう置いていくような描写があったけどさ。でもやっぱりその弟を救うためにこう、あれを持ってきたじゃん。武器を。化け物武器持ってきてさ。あれやっぱいいな。でもなんか若干焦って、てる感っていうか、なんだろうな。いや、でもあれは、大丈夫じゃないかい？多分、いいと思うけどな。もうダメだな、金髪くん。頼むよ。フラグやばいけど、マジで。恐ろしいほどフラグやばいんだけどさ。ちょっと地獄楽の
金髪くんの名前を確認しよう。地獄楽キャラクターイ、キャラクターイって言っちゃった。キャラクターだよ。アザ長兵衛、長兵衛っていいかな。他にもいっぱいいんだね。でももう死んだのがいるんだよな。六郎太だけね、まだあれだよね、顔が出てないじゃん、ちゃんと。あざ長兵衛好きだな。打ち首執行人もいっぱいいんな。いっぱいいるね。源氏だったね、センタ、いいね。トモオロ検証だ。アザ長兵衛好きだ。執行人でも弟の方トーマっていう名前でしかないんだね。あー好きだ、あー長兵衛、アザ長兵衛。他にもいっぱいいたね。読めねえ、全然読めねえ。驚くほど読めねえ。好きだ、アザ長兵衛、頼むから生きてくれよな。フラグやばかったけど大丈夫かな。不安しかない、不安しかないけど生き残ることでしょう。大丈夫だろう。あざ長兵衛、いややっぱね、やばいね、あれ系好きなんだよな。かっこいいじゃん、好き。今年の目標が決まってね、死なせないよ、頼むからね。終わり。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもしております。概要欄の方にリンク貼っておりますので、そちらの方ぜひ。ということで、地獄楽第4話、地獄と極楽でした。ありがとうございました。ならね。